オルガトベルスカヤ、オルガトベルスカヤロシア語、1968年隊は、ソビエト連邦出身のイギリスのフォルテピアノ奏者である。1968年生まれ、レニングラードでピアノを学ぶ。ソ連国内でのモダンピアノでの活躍の後、1990年にイスラエルへ移住。ラビンテル・アビブ音楽大学を卒業後、フォルテピアノに惹かれ1992年。 ロンドンのギルドホール音楽演劇学校へ入学し、クリストファー・カイトに支持する、ウィグモア・ホールでデビュー。ロンドンを拠点に、ソロ演奏、室内楽、競争曲、リート演奏で活躍し、デビュー数年後には、ホルテピアノの最も優れた演奏者の一人としての評価を30歳前後の年齢にして確立するに至った。録音でも高い評価を得、オーパス111から非常に、 レベルの高い演奏の CD を、ソロ演奏、マイリ・ローソン、レーチェル・ポッチャーなどとのアンサンブル、ファビオ・ビオンディとのデュオなどでリリースした。シューベルトのピアノ・ソナタ録音は、非常に評価が高く、日本でも、吉田秀和が、レコード芸術誌に掲載された、シューベルトのピアノ・ソナタ D959 の録音への、批評において、トベルスカヤの演奏を、リヒテル。 グールドラの演奏解釈と並べ比較し称賛した。1999年には、ミュージック・アット・レストレーション・ハウス音楽祭のアーティスティック・アドバイザーに任命された。しかし、惜しみない惨事にもかかわらず、録音は2001年リリースのヤンバーツラフ・ボジーシェク作品集で途絶える。2003年時点では、コンサート活動が続いているのにもかかわらず、CD は廃盤となっていた。 その後は、情報がほとんどなくなり、近年は、公の演奏活動を行っていない模様である。オーパス111から11枚の CD が、発売された。ファビオビオンディオルガトベルスカヤデュオリサイタル。2019年2月閲覧。ありがとうございます。